トヨタのフォーナム35で今日はフィッシング行きたいと思います。マジこれちょっと外出えへんかもしれん。ポイントまで遠くても全然いいわ。すごいな、こんな世界があるの。そうだよ、すごいよ本当に。おはようございます。おはようございます。今日はこちがみさんに来ていただいてます、はい。トヨタのフォーナム35っていうクルーザーで今日はフィッシング行きたいと思います。天気もいいし最高、最高、楽しみ、はい。で、クルーザーフィッシングってやったことありますか？ないです。ない。じゃあどんな感じになるか頑張って楽しんでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。中入ります。はい。わあすごい、めっちゃ綺麗。キャビンこんな感じだよ。え、ホテルみたい。ホテルみたい。高級ホテルみたいや。すごー。今日はこれで行きますよ。マジこれちょっと外出えへんかもしれん。ずっと中で。すごい。すごい綺麗。やばー、ソファーふっかふかやし。ふかふか、最高ですね。最高。これで釣りに行けるなんてめっちゃ楽しみ。贅沢。うん。こっちこっち来てみて。はい。これ見て。うわ。え、寝室？入ってみて、ベッドルーム。すごい。え、めっちゃ大きくない？ベッド。大きい。ちょっと座ってみて。ふかふかやん。え、すごい。すごい。こんなん、汚れてしまいそうで怖い。気持ちいいよね。うわ、こっちにも。ほんまや、上見えるんや。窓があるから。え、すごい。高級感もすごいあるし。すごいな。欲しい、欲しい。頑張って買ってください。頑張るわ。頑張って。フライングブリッジ、みんな FB っていう。あ、そうなんや。でここで運転して行きます。寝たい時は下ゆっくりしてもらって、基本的にみんな上で運転してます。あ、そうなんや、はい。入居船とかも操船してるやんか。してる。どう違う？なんかね、やっぱり遊漁船とかってスピード結構今26ノットで走ってるんだけど、20前後で走る船が多くて、まっすぐ走る、ゆっくりまっすぐ走る。でもこのクルーザーはやっぱりこう横にも広いし中も広かった分、この揺れとか結構拾いやすいので、こう結構ハンドル操作が多い。あ、うん、そうなんだ。からこれが大事なんだけど、これはすごい運転しやすい。安定してるね。うん、安定してる。まっすぐ走りやすいからめっちゃいい感じ。でもこう視界がすごい高いのがいいね。そう、うん、だから最近1階のあの遊漁船でも上から顔出して。なるほどね。そう、見やすいの覚えちゃったから。車もそうやもんな。やっぱ車高いのやったら、うんうん、もう楽になってしまうもんな。楽、うん、なるほど、ね。めっちゃ運転しやすい。いいな、免許取ろうかな。取って取って。持ってないの？持ってない。取ろう取ろう、一緒に行こう。行きたいな。交代でできるもんな。そう、お願いします。設備もすごいな。ね、一応これが魚探で、ここで GPS 見て、でこっちが魚探なの、かレーダーで魚がいてるかいてないかの反応を見てやります。でこっちが回転系、何時間走ってるとか、何回転回ってるとか。でこれがラダーって言って、ラダー系っていうのがハンドル。今まっすぐ。あ、ここが真ん中に来たらまっすぐ走ってる。そう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 、これ左。あとはハンドルと、でこれは見たことあるよね、オートパイロット。うん、オートもあるんや。でこれでやる。で後ろでこうやってやってる船長いる。そう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 、そう。これを遠隔にして、でこれでやる。おー、なるほどね。こんなんでこの船動かしてるってすごいな。すごいよね。結構動くから、ほら、だからやっぱり釣りしながら使うのが一番便利。うん、うん、全然違うだ、やっぱ遊漁船と。全然違う。船によって本当に全然違うから、使い方をしっかり覚えて、あと潮と見ながら頑張って釣りたいけど。どう、今日何釣る？いやー、タイ釣りたいんだけど。タイ釣りたいよね。赤
しの話題。そう、あやなこあれ、パイ釣りたいんやけど、釣れるかな。あとは、まあ、今のシーズンだったらタコ？タコ。うん、タコも、な、釣りたいな、美味しいし。有名だよね、明石のタコ。大人気やもんな。うん。まあ、タコの隅釣りたい、あそこで中入られよ。これはもう入っちゃダメです。フッチーはどう？これ乗ってみてどんな感じ？もうなんかこんなに中が綺麗なものやと思ってなかった、うん、あの他の遊漁船からさ、うん、よくこういう船が走ってるのを見るから、うんうん、わーすごい大きい船やなと思って見てたんやけど、うんうん、こんなラグジュアリーな感じやと思わなかった。おーおーおーそうラグジュアリーだよね。びっくりした。中がこんなことになってるとは。入ってみて、あとで中もゆっくりしてもらったら。でなんか思ったより広い。広い。そう、なんか縦に大きいから、うんうん、中ってあんまりスペースないかなと思ってたけど、うんうんうん、意外と広いし、うん、見渡しもいいし、揺れも全然ないから。全然ない。うんうんうん。なんか思ったよりいいな。よかった。いいよね。雨でも全然大丈夫。ほんまやな。すごいな、こんな世界があるんや。そうだよ、すごいよ本当に。今日はタイラバでタイを狙います。はーい。バーチャルアンカーシステム、はい、っていうのを使ってます。すごいな、今時の船ってそんなんな。そうそう、すごい賢いよね。おっ